この番組はブリヂストンタイヤの提供でお送りします。モータースポーツはリアルスポーツだ。レーシングスピリットを語れる人と車のためにポテンザ。さあハーネスでさっぱりと洗いましょう。汗や体の匂いを抑えます。スポーツの秋は北京国際マラソンでスタート。美しい秋の北京を世界の強豪がひた走る。独占衛星生中継で送るサントリースポーツスペシャル北京国際マラソン、9月27日日曜正午から。愛してます秋ロクチャンネル。豊かに溶け合うこの一杯、クレマトップ。味わいさらに深く、コーヒーをクリーミーに、熱するクレマトップ。酵素が モータースポーツファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。約4ヶ月間ブランクがありました富士グランチャンピオンシリーズも秋のシリーズが始まりました。今日はおなじみの田中健次郎さんの解説でシリーズの第3戦富士インター200マイルレースをご覧いただきたいと思います。田中さん、1、2戦高橋邦光が優勝、このレースでシリーズのチャンピオンを決定してしまうかどうかという興味もあるんですが、はいはい、それともう一つですね、マシンで続々 F2 ベースのマシンが登場してきた、これも新しい興味がありますね。そうです、高橋君がね、はい、横幅をうんと広げた、はい、それに伴ったボテを改造してぐんぐん勝った、したがって後の方たちもね、よしじゃあ俺もと、はい、ちょうどいいことにおっしゃったように4ヶ月近くブランクがありましたからね、大半の車がね、横幅を160あったのを175にしたり、196にしたりですね、はい、約もうフロントで7センチ、リアで120センチですか、はい、あ、ごめんなさい、12センチですか、12センチですね、もう超大型のですね、ワイドトレッドになった、これをどうみんなが乗りこなすかですね。そうですね、私はやはり高橋君がね先行してると思いますよ。そうですか、高橋、松本の他に今度のこの第3戦に新しくワイドマシンで登場したのが星野、片山、関谷、藤田、それに赤池と5台あるわけですね。その通りです、ですからね、やはりテストテスト、特にねこの星野君はテストをやってましたね。これが星野のニューマシーンですが、その横に、先鞭をつけました高橋邦光のマシーンがあります。多田さんね、はい、この792っていうのはね、去年まではねもう欠点の多い車だったんですよ。あ、そうでした。従って各チームねほっぱらかしてたんですね、例えばこの高橋君の車はね、去年まで使ってたねその欠点の車の長谷見用の車だったんですよ。あ、そうですか。ところがね、高橋君、メカニックのカエラ君がですね、大改造してですね、あっていう状態になってきたのがこのマシンなんです。はい、さてフォーメーションラップ終わりまして、14台のマシーンが揃ってスターティンググリッドにやってまいりました。ポールポジションは30番の高橋邦光、その後星野、松本、片山、長谷見、関谷と、こういう順で第3列までのグリッドが決まっております。予選の日雨だったんですが、この決勝の日はもう本当に素晴らしい青空が広がりました富士スピードウェイ。星野の予選のタイムが1分24秒47ですから、そのコンディションが分かろうというものですが、決勝は全く絶好のコンディションになりました。3戦続けて高橋がポールポジションを取っていますが、スタートはどうでしょうか、ご覧いただきましょう。まもなく青ランプです。200マイル75周の長距離のレースがスタートしました。星野がいいスタート、それから2列目の松本もいいスタートを切りましたね。いや素晴らしいです、はい、松本君がインサイド入ってきましたね、一番内側に見えております白いマシンが松本。第2戦では大きくこの辺でクラッシュした松本ですが、今日も出足よくトップで第1コーナーに突っ込んでいきます。それから高橋、さらに星野、
中島も好スタートを切りまして4位ぐらいにつけております。それから片山、あるいは長谷見、関谷、藤田、佐藤、清水、ピンクのマシンが清水です。その後岡本、石村とこういう順位であります。